すまないアンブロシア、今日は狩りじゃないんだ。大丈夫、儀式はきっとうまくいくわ。うん、頑張るよ。行ってらっしゃい。これよりフェニックスゲートに出発する。皆にクリスタルのカゴがあらんことを。我ら炎の民、物騒の盾とならん。殿下ご出立、開門。クライブ様、任務の間この子をお預かりしますね。頼む。俺たちも支度できました。クライブ様とご一緒できるとは光栄です。今回の名目は調査だが、現地で戦闘になることも十分に考えられる。ゴブリン族は凶悪だ。舐めていると痛い目を見るぞ。蹴散らしてやります。ウェイド卿、タイラー卿、どうかよろしく頼む。はい、任せてください。尽力します。では行こう。クリスタルの加護があらんこと。ゴブリン族か。奴らが出たのはこの辺りだ。ここを下ればもう湿地帯です。足元には気をつけて。ああ、慎重に行こう。行くぞ。おいおい、こりゃ誘い込まれたか。クライブ様。ああ、いるな。あいつが頭だ。まずは目の前の奴らを片付けるぞ。
分だけ逃げるつもりか、あの野郎。オウゾ、仲間の元に返すな。逃げ場はないぞ、止まれ。どうぞ。すまない、参りましたね。ゴブリン族だけでなくモルボルまで現れようとは。討伐隊の編成を進言しよう。このままでは遠からず民に被害が出る。そろそろ行きましょう。暗くなったら厄介ですよ。今ここを立てば日暮れ前にはフェニックスゲートに。何が起きてる？そして俺たちは囲まれた。まあ待て、ここからだよ。すげえのはクライブ様の剣さばき。シャキー、ゴブリン族どもがバッタバッタと倒れてください。もっと得る、もっと話しよう。さあブレーコーだ、楽しめよ。教え子の活躍ほどうまい魚もないのか。これからがますます楽しみなお方だ。ああ、次は共に飲み明かすさ。どうした？宴の空気に酔っただけです。今日は一段と騒がしいからな。みんな兄さんを認めてる。そうだ、クライバー名実ともに立派なナイトになった。わしも鼻が高い。父上、この国ではドミナントが太后家にのみ生まれる。一体なぜなのでしょう。人はクリスタルの加護なしに生きてゆけぬ。その加護を民に広めるのはお前だ、ジョシュア。召喚獣を狩るドミナントの務めだからこそ、太后家の血が選ばれたのだろうよ。精一杯励むがよい。緑の大地に思い馳せ、我らを導く紅蓮の炎、さつらない
大地に。お前たち声が小さいぞ。まったく、一人でついてきたなんて、本当に大物になるかもな。こんなところにいたの？お前こそどうした？席にいなかったから。宴の時だけは、ナイトも休めるだろう。それに俺は賑やかなのが苦手だ。僕だってそうだよ。モルボル大使の英雄、みんな兄さんを慕ってる。そうでもない。俺は太閤家の無駄飯ぐらいなんだから、せめて剣でくらいは役に立たないと、能なしの嫡男だと笑われる。みんなが慕うのはお前さ。羨ましいよ。違う、僕じゃない。フェニックスの力を頼られているだけなんだ。再生を司る不死鳥、フェニックス。この力は兄さんこそふさわしい。国の代表として立つべきなのは強い意志を持つ人だ、兄さんのように。それぞれに使命がある。遥か遠い昔からこのロザリアではドミナントが太后となって国を支えてきた。そして存亡の危機に立たされるたびに、炎の中から現れたフェニックスが国を救ったという。ドミナントとして国を担っていく、それがお前の使命だ。僕の使命。俺は祝福を授かった。俺の使命はナイトとして次期太后たるお前を守ること。何があってもな。だから辛い時は俺を頼ればいい。ありがとう兄さん。やっぱり兄さんはすごいね。まずは自分の体を大事にしろ。分かったか？そうだね。先に休むよ。おやすみトルガル。